エノコログサ。かわいいね。風に揺れていると小動物みたいだよ。雑草の中で一番かわいい。しかもエノコログサはかわいいだけじゃない、猫じゃらしとしての使い道もあるからね。かわいいエノコログサでかわいい猫をじゃらしたいよね。でも猫アレルギーという厳しい現実、せめて代わりにと思ったカマキリにも無視される。こんなことで諦めたくない。なんとかして猫を飼わずに猫じゃらしを楽しみたい。今日は猫を自作するよ。猫のパーツを作ろう。写真で猫の動きを研究しよう。立ち上がって片手を上に伸ばしているね。この動きを再現するよ。段ボールで体を作っていこう。胴体ができたよ。かわいいね。次は足だよ。補強のために2枚重ねにするね。猫の体ができたね。頭も作っていこう。食器洗い用のスポンジを丸くするよ。丸くなってきたね。残りの部分で口周りの出っ張りを作るよ。こんな感じかな。目をつけてみよう。鼻はクッション用のスポンジを切って作るね。顔ができたよ。なんでこんなに犬っぽいんだろう。猫を組み立てよう。パーツが揃ったよ。組み立てていこう。猫が動けるようにこの部品を使います。ターボモーターだよ。キュイキュイ動くモーターだよ。後ろ足は片方サーボモーターに固定するよ。反対の足はクリップで止めます。これでブラブラ動くね。モーターにつけた足はつまみで操作できるよ。前足もつけていこう。こっちもサーボモーターを貼り付けて。右足は固定。左前足をサーボモーターに取り付け、足が動くようになったね。立ち上がるために足を土台に固定します。左後ろ足は重みがかかる部分だから爪楊枝で補強するね。頭をつけます。取れそうなのでテープで仮止めしておこう。猫の全身ができたよ。動かしてみよう。立ち上がって手でじゃれるよ。着地、予定通りに動くみたいだね。猫じゃらしにもじゃれられるよ。やったね。野生を取り戻せ。猫が猫じゃらしに飛びかかるのはなぜかな。それは野生だよ。ハンターとしての本能が猫をかきたてているんだね。それに比べるとつまみで操作する猫は偽物に過ぎない。猫に野生を与えよう。これが野生だよ。フォトリフレクタと言います。物体を検知するセンサー。中には赤外線センサーと赤外線 LED がセットになっています。まず赤外線 LED が光るよ。前に何もない時は何も起きない。でも物がある時は赤外線が反射して赤外線センサーに当たるから検出できるよ。猫じゃらしを近づけると数字が変動するのがわかるね。これを脳に埋め込んでいこう。まずは頭蓋骨に細い針金を通して、それに絡ませて配線を通すよ。インプラントが成功したね。回路を作っていきます。できたよ。マイコンのプログラムを AI に作ってもらおうね。
プログラムを書き込みます。猫じゃらしを近づけると立ち上がってじゃれてきたね。猫に野生を取り戻させることに成功したよ。ところでさっきの AI との会話、鳴き声のサウンド、音を出すには圧電スピーカーを使うよ。小さいスピーカーだね。つないでプログラムを書き換えたら猫の鳴き声を聞いてみよう。何？不気味の谷を越えて、声がリアルになったから見た目ももう少しリアルにしたいね。フリー素材の猫の写真を加工して猫の毛皮を作っていきます。毛皮を両面テープで猫に貼り付けていくよ。ちょっと体の色が違うから貼り直そう。体ができたね。次は顔だよ。古い顔を剥がします。少し切り込みを入れて立体的にするよ。いい感じ。カッターでセンサーの穴を開けてグルーガンで顔を貼り付けます。スポンジが見えている部分を隠して尻尾もつけるよ。できたね。適当に貼ったのに思ったより猫になってびっくりしました。ちょっと姿勢を低くして獲物を狙っているような感じなのが可愛いね。猫って思ったより簡単に作れるんだね。前の顔はここにいます。猫と暮らすということ。完成した自作猫と遊んでみよう。目の前で猫じゃらしを振ると嬉しそうに飛びかかってくるね。これがペットのいる暮らし、猫のいる喜びだよ。待機中もじりじりとモーター音がして喉を鳴らして喜んでいるみたいだね。同じことの繰り返しなのに猫の嬉しそうな動きを見ると何度も遊んでしまう。幸せってこういうことなのかもしれないね。今日は猫を自作したよ。チャンネル登録と高評価してもいいからね。またね。